呪い解けたカーネル人形を廃棄 W。 これが供養してる様子です。日本 KFC ホールディングスは19日、阪神タイガースが優勝した1985年に大阪南の道頓堀川に投げ込まれ、24年後に見つかったカーネルサンダース人形を廃棄したと発表した。老朽化が激しく、大阪市の住吉大社で人形納めを行った。優勝した塩役ごめんだね。一昨年は優勝したらファンに一般公開するかもと言ってたが、去年の間に一般公開できんくらい老朽化してたんかな。こういうのって昭和のことですから、あまり悪い話にならないような。まさか呪いが中野に乗り移るとはな。実はこの廃棄が決定した時点で魔法が解けたんじゃないかな。良くも悪くも昭和だからできたことやね。今の時代なら即炎上もの。美談ではないよね。反省はするべき。優勝してやった呪いが解けたんだな。今年も去年ぐらい余裕ないと安心できない。ちゃんと供養してるのくさ。これで安心だな。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。